おはようございます。糸チャンネルです。11月12日の早朝ですかね。いかがお過ごしでしょうか。寝ました。変な時間に寝たから、変な時間に起きてるんですけども。まあ、どうでしょうかね。11月11日、昨日がね、そういう日で、独身の日の、本番の日だったんですけれども、まあ、中国のサイトではね、1が4つも並ぶから独身の日だ、みたいな感じなんですけど、まあ、なんていうかね、ネガティブな感じなんですかね。独身の日だからっていうことで、まあ、大手サイトではね、いっぱい、値段安くして売ってたりしてますけれども、まあ、バングッドさんでもね、同じように値段安くしてセールやってたりっていうので、まあ、皆さんね、このタイミングをね、見てね、いろいろ、安く購入してね、いろいろやるっていうのはいいことかなと思います。で、日本だとポッキーの日だったりするんですよね。皆さん忘れていらっしゃるかと思うんですけど、ポッキーの日だって言ってね、ポッキー食べましたか皆さん。はい。僕は食べました。はい。ポッキー食べさせていただきましたね。なんかね、こういう時期的なものってなんか弱いですよね。年間ね、1年に1回しかないからみたいな感じで、なんかそういうものって弱かったりとか、恵方巻きとかね、あと、節分の恵方巻きとかなぜか食べちゃったりね、しますよね。なんか時期的にね、なんかあったりするのかななんて思ってね、いいことありそうだななんて思って、そういうこと食べたりするんですけれども、そうね、私もね、なんか独身の日だからいろいろなんかバングッドさんで買おうかなと思ってたんですが、ね、なんかね、カードの明細をね、先月のカードの明細見たらね、ちょっとアゼントしてしまって、ちょっとね、箸が止まってしまったっていうかね、なんか先月何買ったっけなぁなんて思ったら、ニンテンドースイッチの有機EL モデルがでかかったですね。あれ4万ぐらいするんですけど、あれ買ったりとかね、あとゲームもね、10月結構集中してて、鬼滅の刃のね、木の神血風譚とかっていうゲーム買ったりとか、あとメトロイドドレッドとか、あと、ゼロの新作とかね、ロボット対戦サーティーとかね、いろいろ新作買いまくってたら、カードの明細がやばいっていう話になって、ちょっとね、一回走りを止めてますね、今ね。まあ、15日までとりあえずね、クーポンとかはね、使えるんで、私もなんか買おうかなとは思ってはいるんですけれどもね、欲しいのあればっていうのでね、ちょっとね、考えております、といった状況です。まあ、皆さんもね、カードとかで、ね、使うと思うんですけど、ご利用は計画的にね、計画的にしていただければなと思います。はい。で、今日はね、何するかというと、レノボのシャオシンパッドプロ2021を、こちらね、こちらの商品なんですけど、こちらの商品をちょっとまた動かしていこうかなと思います。というのもね、こちらね、僕紹介してね、すごい売れました、今回。10枚ぐらい売れたんじゃないかなと。15枚ぐらい売れたんで、結構売れたんですよ。まあね、それぐらいカウントしてないんですけど、それぐらい売れたような感覚になってます。で、結構売れたかなと思います。で、今なんでこれ売れたかっていうとね、11月15日までクーポンコードを使うことによって、通常ね、5万5千ぐらいなんですよ、これって。で、僕も5万2千ぐらいになった時に安いなと思って買ったんですけど、もっと安くなっててね、今4万8500円ぐらいまで下がってるんですよね。安っと思っちゃったのよ、僕もね。だからね、コスト考えたらね、いろいろコスパがいいなっていうので、このね、レノボシャオシンパッドプロ2021は、中の CPU、SOC っていうんですかね。それがね、スナップドラゴンの870ってやつで、結構ね、安定のベンチマークテストで65万ぐらい出るやつなんですよね。結構ね、すごい。いい CPU を積んでますっていうのがまず一つ。で、売りのもう一つが、液晶パネルじゃなくて、これ有機 EL パネルなんですよね。だからね、発色がすごい綺麗だっていう感じですね。うん。あとは、そうですね、売りとしては SD カードのね、拡張スロットついてて、ゲームでやるんだったら全然拡張できるから、容量不足だって感じることはないっていうこともあって、まあ、なのでね、僕は一押しです。で、スピーカーもね、4つ、スピーカーついてて、音もすごくいいです、これ。うん、で、なおかつ、こうやって動きもね、スイ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 ついつくような感じの動きになっててね。だからね、すごいおすすめだったりします。で、これ買った人はね、多分、満足いただけるんじゃないかなと思います。4万8000円にしてはね、4万8500円のコストを
考えると、かなりいい、コスパのいいタブレットだなと僕は思ってます。で、ちょっとね、今日はね、さらにまだ購入されてない方もいらっしゃると思うので、どんなものかって知りたいって方も多いと思うので、ちょっとこちらの方でね、プレイステーション2ですね。プレイステーション2の方を動かしていこうかなと思ってます。あとね、購入された方はちょっと要注意なんで、要注意っていうか、もし興味があればのお話なんですけど、補足としてね。これね、このまんまね、送られてくるとね、裏側見るとね、結構ね、傷ついてんすよ、僕の。ほら。このまんま使うとね、こうやって傷ついてんすよ、こういうとことか。メタルのフレームにね。なので、購入された方はね、こういう、なんていうんですかね、保護用の、マット。みたいな。専用のマットがね、売ってます。これ、バングットさんでこれを買えます。これがね、2023ドルとか5ドルとかそんなもんだったと思います。で、これのマットと一緒に表面の保護フィルムもついてくるので、これセットで買うとね、すごく綺麗に使えるかなと思います。僕は後追いで買ったんでね、使ってから、あ、これちょっとなんか危ねえなと思ってね、後追いでこれ買ったんでちょっと傷ついちゃったんですけど、実際はね、そういう感じでね、購入するといいんじゃないかなと、使ってていいんじゃないかなと思って。で、なおかつね、ここマグネットでつくんですよ、ここのね。ここの穴の位置と、ここのね、カメラの穴の位置と、これももちろん一致してて、こうやってマグネットでビタッとくっつくんでね、ビタッとね、綺麗にくっつくんでね。で、なおかつ蓋さえこうやって閉めちゃえば、自動で電源切れるようになっててね、すごくね、優れた、やつかなと思いますんで、ぜひね、セットで購入されている方もいましたけどね、ぜひ皆さんもね、購入するときはセットで購入したらいいんじゃないかなっていうことでおすすめとして、お伝えしておきます。一応ね、概要欄にね、リンク貼っておきます。これのね、シャオシンパッド2021の、プロ版のやつの、僕買ったやつね、このシートの、ね、シートっていうか、保護ケースね。一応概要欄にリンクつけときますんで、興味のある方はこちらも購入検討してみてはいかがかなと思います。じゃあね、今日はね、これでプレイステーション2動かしていきますんで、こんなもの動きかなということで、見ていただければなと思います。で、もちろん今回も、アプリはね、デーモンプレイステーション2っていうアプリ、エミュレーターアプリで動かしていきますんでね。見ていただければなと思います。はい、じゃあ1本目なんですけど、ゴッドハンドですね。はい、こちら、北斗の剣みたいなゲームです。北斗の剣のようなね。イージーでいこうかな。これも何回かね、僕の動画で紹介しているかなと思いますんで、結構楽しいゲームですね。ゴッドハンドね。まあ、プレイステーションのね、時にはこれね、CD ゲームなんですよね。DVD じゃなくて CD のゲームの結構軽めのゲームなんでね。まあ、グラフィックはね、こうやって綺麗な感じな、世紀末感が出るんですけど、ちょっとね、これ設定でね、パラメーターで、最高の互換性っていう状態で遊んでいけば結構快適に動くかなといった感じです。女の子可愛いよね。ちょっとね、音ずれてますね。ウォーターって言ってね。ちょっとずれてますね。この女の子可愛いですよね。やばい匂いがするわって。まあ、倒せと。女の子可愛いね、これね。はい、っていう感じで、なんかね、荒くれ者が出てくるんで倒していくっていう感じで。北斗の剣です、完全にこれはね。いいですね。あたたたたたたーって。間違えたね。防御されたな。ちょっとね、荒めな技が多いですね。面白いですね。で、まあ、ハート様みたいなのできたりとかね。あ、いましたね、次がね。どこだ、いた。よいしょ。おお、なんかね、これね、いろいろ技が出たりするんですよね。ちょっと今単調な技ばっかりになっちゃってますけどね。こうやって、顔面に蹴り入れすぎだろうっていうね。こうやってね、バックドロップ。これ気持ちいいよね、こういうのね。本当にこのゲーム面白いですよ。結構難しいんですけどね。イージーでも難しいかなと思いますよ。ぜひね、遊んでほしい一品でありますね。2000円か3000円くらいで多分買えると思います、これ今。そんなに高くないイメージですけどね。
高いか3000円って言ったらね、プレステで2000円台って言ったらちょっと高いかな、プレステ2だとね、まだね。よいしょ。こんな感じでね、敵をどん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 倒していくゲームですね。やばい。やばいやばいやばい。結構難しいですね。で、変身したりするんですよ、後半から。必殺技みたいなね。これでしたね。チェリーが落ちたんですね。拾う。ヒットポイント回復ですね。金敵っていうのがですね。金敵っていう。面白い引き方だったりしますんでね。こんな感じでね、やってって、次々ね、竹を倒していくんですけど、ちょっとね、砂煙っぽい感じのね、世界観ですよね。西部のね。で、またこれ、荒くれ者が。なんか技決めてみましょうか。これ自分、ゴッドジザンで、ジザンだ、ゴッドジザンだ。そんなの関係ねえ、みたいなね。なってますけど、こんな感じでね、遊べますね。あ、チュートリアルでいいや、これは。はい。敵いないかな、いますね。まあ最近、当時はね、結構画期的なシステムだったんですけど、今ね、こういう荒くれ者システムみたいな、喧嘩バトルみたいなやつって、龍が如くとかね、そういうのやってると当たり前に感じちゃってますけどね、こういう気持ち悪いキャラもね、出てきたりします。ボス戦みたいな感じですかね。中ボスみたいな感じですけど。はい。まあちょっとね、あんまりやりすぎるのあれなら、カウンターで、ちょっと食らっちゃいましたね、悪魔みたいなね。こういうちょっとね、悪者の中に本当これ、中ボスみたいなのが出てきたりっていう感じもあります。いてててて、強いな、こいつはね。よし。強いっすね。おぉ、強い。これは強い。踏む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 ひたすら踏むっていうね。まあこんな感じのね、遊び方ができて、結構快適にね、遊べるのがゴッドイーターじゃねえや。ゴッドハンドですね。っていう感じでね、手技がね、今度出てきたりしますんで。まあこんな感じのゲームです。動きもね、いいかなと思いますんで。じゃあ次のゲームね、行きたいと思います。はい、じゃあ続きまして、サイレントヒルですね。サイレントヒル4。ザ・ルームでございます。これもね、1000円ぐらいで買えます、これ。安いですね、サイレントヒルシリーズの中でもね。あんまり有名じゃない感じがしますね、4作目はね。で、これね、面白いですよ。結構ね、怖いゲームなんですけど、サイレントヒルといえばね。設定が結構面白いですね、最初の設定がね。ヘンリー、タウンザントは、タウンザントですね。地方のなんとかで、アッシュフォードの地方にあるアルパート、サウスアッシュフィールドハイツの302号室に住んでて、2年前から住み続けてますということで、ちょっと早かったですね。で、これ5日前から異変が起きて、ヘンリーは同じ夢を見るようになりましたと。そして、302号室から出られなくなりましたっていうところからね、スタートですね。暗いからね、ちょっとね、パネルのね、反射が激しくて、ちょっと携帯電話の、スマホの画面が映っちゃってますけどね、僕のね、照り返しがね。暗いゲームだとね、ちょっとね、黒表記だとこうやって照り返しがちょっとあれなんですけど、実際見るとね、そんなに反射ないですよ。うん。僕の顔もね、下手すりゃ映り込んじゃうんですけどね。こんな感じでね、動かしていくんですけど、いきなりね、悪夢に見舞われた世界からね、部屋の中なんですけど、悲鳴とか聞こえたりね。なかなかね、怖いですよね。で、こうやってね、いきなりなんか世界観が怖いっていうか、血生臭いっていうかね、錆と血に混じったようなこういう部屋の中になっちゃってて、まあ、サイレントヒルシリーズやってる方はね、これお馴染みだと思うんですよね、常にやってる方はね。なんかこう壁とかサンポールで磨きたくなるようなね。サンポールで磨きたいなって僕いつも思うんですけどね、こういうやつね。クレ556とかで塗るとね、ギシギシしたとこも治るしね、なんて思ったりね。これ悪夢の世界から始まって、まあ、テレビがつけっぱなしで、この部屋は何だということで、まあいろいろこうやってね、探索できるんですよね。
なんだこれね。気持ち悪いですね。うん、で、部屋からも出られないっていう。血と錆だらけっていうところで、扉も開かないっていう。まあちょっとギシギシいっちゃうよね、これだけね。うん、開かないしっていう感じで、こうやってね、部屋の中調べていくところから始まりますね。いや、怖いですね、ちょっとね、ちょっと鳥肌立ちそうな、あ、ここにね、薄気味悪い顔のように見えるという顔がね、浮かび上がってきてますっていう感じですね。面白いですね、この顔ね。壁に顔があるってね。うん、もう女性の顔だったら嬉しいんですけどね。僕だけですからね、そう思って。話しかけちゃったりしてね、壁の顔にね。いや、こんにちは、みたいな。こんな感じで話が進んでいくんですけど、どうするんだっけな。顔見つけたのはいいんだけど、なんかあんだかね。うん、どこ行っていいかわかんないですね。っていうので話が進んでいくんですけど、でね、このね、ああ、いいね。この不気味な世界観がいいですね。で、なんかね、なんか出てくるみたいな。まあ、これね、プレステ2を代表するホラーゲームって言ったら、まあ、サイレントヒルとか、あとはサイレンですよね。あれもちょっと怖い系。うん。まあ、バイオハザードもね、ビクッとするときあるけど、なんかそういう怖いっていう、なんかレベルのなんていうか、感じが違いますよね。うん。あ、いいですね。スパイシーなもの出てきましたね。なんかね、壁から顔の人が出てきましたね、これね。これで一人住まいじゃなくて、これ二人住まいになるっていうね。あ、これからあれだねって、同居者っていう。同居者ちょっといい感じでね。はい。だからこれで二人住まいになったなっていう。寂しくなくて済むなっていうところですね。はい。最初ちょっとね、人は見た目で判断しちゃいけないっていうところありますけど。見た目だな。ダメですね。そういうこと言っちゃうね。はい、という悪夢を見ましたっていうところで、こうやってサイレントヒルですね。うん、僕なおもね、ホラー系ゲーム笑っちゃうんですよね。呪怨のね、呪怨2とかね、呪怨とか呪怨2とかね、映画見ても僕笑ってましたね。面白いっつって。うん、カヤコだっけな、呪怨のね、ホラーのなんか、カヤコが襲ってくるんですよね、呪怨はね、うん。あれもね、笑っちゃいましたね。怖さを一切吹き飛ばす笑いっていうね。まあ、こんな感じでオープニングが始まって部屋から出られないよっていうところがね、主張されてるゲームですね。面白いですよね。うん、まあ、ちょっとオープニング長いんで、はい。ちょっとまた動くところまで行きますね。はい、ちょっとオープニングが終わってですね、今ね、また動くところまで来そうな感じで、現実世界ですね。いいですね。嫌な夢だったってことで。嫌な夢なんですけど、この人結局ね、まだね、302号室から出られないんですよね。まあ僕みたいな引きこもりはね、結構ね、部屋から出られなくても大した、食料だけ届けてくれればいいかなと思うんですけどね。電話もね、通じないんですって。これね、通じないって。助けてくれも言えないし、いや、仕事この人そもそも何やってんだよって話はあるんだけどね、うん。これだけ結構そこそこいい部屋に住んでるから仕事も多分しっかりやってると思うんですけどね。うん、出られないって。電話も通じねえよって言ってね。グラフィック綺麗ですよね。やっぱりプレステ2になるとね。プレステ2のサイレントヒルはね。あ、電話かかってきましたね。おやっつって。なんかこういう電話って怖いですよね。Help me. Help me って電話でかかってきたら怖いですね。ちぎれてるって。そもそも電話線切れとるやないかっていうね。切れてるのに電話かかってくるんかいみたいなね。そういうところにね、ちょっと怖さを感じるところですね。ちぎれているっつってね。で、まあ、さっきのサンポールみたいな部屋ではなくなって、で、なんで出られないかっていうと、これ出口がね、どうなってるかっていうとね、こうなっちゃう。内側からもうぐちゃぐちゃに鍵かけられてるっていうね、とんでもねえ状態になってるっていうね。これは出られねえわってね。うん。そうですね。これ面白いですよね。
この部屋から出られなくなっていたっていう、うん、まあこれでねちょっとね話が進んでいくんですけれども、まあいつものサイレントヒルみたいな感じに、なります。これはね、いやどうなんのっていう感じで、部屋からずっと出られないのっていうとストーリーが進まないんでね、どうすればここから逃げられるんだろうって言って、で外へ出るのはウォルター。どうなってんだってね、なんかもう引き込まれますよねこの時点で、ストーリーがね、うん、まあ、こんな感じだよね。隣人の人はね、あの普通に活動してるんですよね、こうやって。ああ可愛いですねこの女の子ね、うん可愛いね。隣人でこういう綺麗な女性住んでるといいですね。一人暮らしだとベストですよね僕もちょっと隣の家が一人暮らしの女の子住んでたら嬉しいなって思いますね、やっぱりね。うーん、まあ何するか分かんないですけどね、途中途中になんかね、なんかおせっかい焼きの女の子が来るといいですよね、特にね。うん、もうこんなインスタントラーメンばっかり食べてちゃダメだよみたいなことで叱ってくれる女の子がね隣に住んでくれると嬉しいですね。うーん、はい、という感じで、あ、まだここ開いてないのか。もうちょっとね、調べるとね、トイレにね、穴が開くようになります。ここに。言っちゃうとね、ここにね、穴が開くようになるんですけど、まだちょっとね、先攻めすぎましたね。はい。ちょっとまだイベントこなしてないみたいなんで。そうするとね、外にね、脱出っていうか、外っていうか、異空間みたいなところに脱出して、いつものサイレントヒルみたいな感じのストーリーが始まるっていう感じになってます。はい。っていう感じでね、まあ、とりあえず快適に遊べるかなと思います。まあ、外もね、こうやって見ると。普通に外はね、日常生活を送ってるっていう感じなんですけどね。はい。っていう感じの楽しい、ゲームになってます。はい、じゃあ本日最後にします。プレイステーション2版のね、レズですね。こちらね、ドリームキャストでも出てるんですけど、まあ、プレステ版の方がなんか、ぬるぬる動いてる感はあるかなと思います。あ、いいですね。動きがいいですね。うん、少しずつね、音がね、今ね、あんま音鳴ってないんですけど、鳴ってないって言うとあれですけど、うん、ちょっと静かな感じで立ち上がってますけどね。徐々に徐々にこう音がね、盛り上がってくる感じのゲームですんで、後半戦になるとね、結構盛り上がってくるかなと思います。今はちょっと穏やかな感じでね。で、まだレベル1で、1なんでね、こんな感じで、どんどんレベル上がっていくんですけど、今はレベル2、1ですかね。今0だったみたいですね。こうやって物を集めながら、オーバードライブ。武器がだん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 体が成長していくっていうかね、ロックオンの数が増えていくんですよね、確かね。今、ロックオンしながら倒していくんですけど、敵をね。今、レベル2ですね。10ぐらいになるとボス戦だったかな、確かね。ミラーボールみたいなね、ボス戦になるんで、ね、そこはちょっとね、そこまでいけたらいいかなとは思ってます。まだね、ロックオンが全然できないんですよね、数がね。いいですね。だん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 ね、攻撃が激しくなっていくんで、こうやって。あ、次のことできますね、これ。うん、気持ちいいですね、音が。ただね、シャオシンパッドのね、音がいいんですよ、これ、サウンドがね、スピーカーの精度がいいっていうかね。よし、綺麗な音流れてますね。あ、これも、あれですね。パワーアップアイテムですね。あ、いいですね、気持ちいい。これちょっとね、6個のタイミングがちょっとずれてもね、また気持ちいいですね、これはこれで。あ、ミサイル飛んできてますね、ミサイルがね。ミサイルも撃退してやがら、なんかニュータイプになった気持ちになりますねミサイルを撃退するっていうね。でこんな感じでミサイルいっぱい飛んできるんで、こうやってかわしながらも倒していくといった感じで、気持ちいいですねこれもね。あ、マックス、次のレベルいきます。レベル4ですね今度は。これやった人がね、一番気持ちいいですね。やってる人がね。あ、次のレベルいきます。もう早いですね。ここから早い。
レベル5ですね、今度。あ、気持ちいいですね。ちゃんちゃん、ちゃんちゃんっていう感じですね。あ、まだ次のレベルいきますね。あ、気持ちいいですね、これ。後ろから来ましたね、ヒゲがね。なんかよくわかんない敵なんだけどっていうところが面白いですよね。当時ね、結構ね、このゲーム理解されなくてすげえ値段安かったんですよ、これ当時ね。でも今やるとね、ほんと面白いですよ、このゲームね。時代が先行き、先をちょっとね、あれですよね。最先端すぎて逆に理解されなかったっていうゲームだと思いますけどね。今やってもほんと面白い、このゲーム。このね、簡易的なポリゴンがまた気持ちいいですよね。で、やっぱ音とね、シューティングを融合させたっていうのはね、このゲームしかないんですよね。オンリーワンな存在なんですよ。だからね、ぜひね、この気持ちよさってほんとこのゲームでしか体験できないっていうか、すごく貴重なゲームだと思いますね。ほんと続編出してほしい。これ VR で出ましたけどね、VR でね。VR のね、レースはクリアしたんですよ、僕。全然ね、難しくなかったんですけど、これぐらい難易度欲しいですね、やっぱりね。よし、あ、気持ちいい。今、レベル7まで来ましたね。あと、3レベル上がると、ボス戦ですかね。あと、このアイテム回収するで。で、これ次のレベル行きますね、これで。で、これを攻撃すると。はい、次のレベル行きます。いや、ほんと面白いな、このゲーム。気持ちいいな。ほんとこれと VR の相性いいと思うんですよね。もう一本出してほしいですね、VR。定期的に出してほしいですね、このゲームの。僕だけですかね、それを求めてるのは。そんなにね、この開発エンジンさえあればね、よく考えたなと思いますよ、このゲーム。なんかね、テレビ番組かなんかでね、このゲームのね、開発状況をね、放送してたんです。当時ね、ツナイト2かなんかでね、ツナイト2っていう響きが懐かしいですけどね。時々エッチな特集あってね、ツナイト2はね。それはね、子供心にね、ドキドキしながら見てた記憶がありますね。時々ちょっとね、山本慎也監督のね、コーナーがあってね、そこはね、よく見てましたね。ツナイト2のね。まあ、見てた方いらっしゃるんじゃないかなと思いますけど。ね、当時はね、ね、テレビで映るおっぱいはなかなかあれでしたからね、貴重でしたからね。今はね、あんまりテレビで胸をね、女性の胸をね、はらけさせるような番組って少ないんですけど、少ないっていうかもうないですよね。認められてるのがなんかね、部族の方のね、裸は認められてるらしくて、あれは服だっていうね。そういうね、胸をさらけ出す、女性の胸をさらけ出す番組が少なくなってしまったのが、ちょうど僕的にはちょっと悲しいかなって。昔はね、あれを探すのが楽しかったんですけどね。昔はよく見ましたね、そういう番組ね。今全然深夜番組とかって言ってもね、普通にみんな子供も起きてますからね、深夜って言ったらね。だからあんまりね、コンプライアンスがどうとかね、女性の胸がどうとかっていうのはね、テレビで出しちゃいけないっていう、そういうご時世ですよね。なんかちょっと悲しいですよね。昔は結構あってね。まあ、志村けんの番組もちょろちょろね、バカ殿さんとか結構ね、ちょっとセクシーなシーンが多かったり、ね。あと、なんだあれ、殺人事件もののね、温泉殺人みたいな、火曜サスペンス劇場のなんか温泉が絡むとちょっとポロリもあるよっていう。ね、あ、ごめん、なんかやられてきましたね。やられてきました。今、原子核、あー、死んじゃった。ボス戦だったんですけどね。雑談してるうちに死んじゃいましたね。はい。こんな感じでございます。面白いゲームですね。はい。ぜひ皆さんもやってください。はい。ということで、本日はシャオシンパッドプロ2021で、プレイステーション2のソフトね、動かしてみました。いかがだったでしょうかね。レズとかね、相性はいいですね。レズの音楽がね、すごくね、
躍動感ある感じでね、シャオシンパッドから出力されるんで、すごくノリノリで遊べるっていう感じがあってね、まだまだこのノリに乗れるっていうところでは、私も若さを感じたなと思いましたね。で、いろいろね、今日ゴッドハンドとかサイレントヒル4とかね、いろいろ動かしたんですけど、結構ね、どれも面白そうな感じのゲームで、まあ、しっかり遊べそうな感じがしますんで、まあ、プレステ2のね、ゲームをね、改めてやり直すっていうのもね、見直すっていうのもありなんじゃないかなと思います。あれ、やっぱりね、プレステ2の時代がね、結構面白いゲームいっぱい出てたなぁ、なんて思ってて、新しい斬新なゲームとかもね、含めていろいろね、プレステ2の可能性っていろいろね、あって当時のね、面白いゲームがいっぱい出てたかなと思います。最近のゲームはね、結構ちょっとね、対策すぎて操作が複雑すぎるっていうのもあるんですけど、まあ、シンプルでかつ遊びやすいっていうところがプレステ2はね、結構そういうゲーム多いかなと思いました。ぜひね、皆さん、ソフトのね、価格もね、Amazon で見ると意外に安かったりするんでね。簡単に導入できると思いますので、ぜひね、デーモンプレイステーション2のエミュレーター入れてね、ソフトも SD カード経由してね、入れていただければなと思います。ぜひね、楽しんでいただければと思います。まあ SD カードからも直接ね、ゲーム起動できますんで、これもね。はい。ということで、シャオシンパッドプロのね、こちらなんですけれども、バングッドさんのね、今購入できます。で、独身の日セールで15日まで、4万8000円ぐらいで買えますので、ぜひ興味のある方は購入検討してみてはいかがかなと思います。いや、ほんとね、安いです。このね、品質のもので、この価格っていうものはすごい安いかなと思いますんで。で、コントローラーね、こうやって Bluetooth コントローラーこういう感じで繋げば、これが Bluetooth コントローラーなんですけど、こういう感じで繋げばね、遊べますんで、ぜひ家でね、寝る前にちょっとやるっていうのもありなのかな、なんて思ってます。はい、興味のある方はぜひ購入検討してみてください。ということで今日はこんな感じで終わろうと思います。役に立ったなって方はグッドボタンを押していただければと思います。あと動作検証ね、引き続きいろいろやっていきますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。伊藤チャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。